先日、ある高齢男性が逮捕されました、お腹が空きすぎて、180円のおにぎりをたった1つ盗んで逮捕された、総理、この事件はご存じですか、知ってる、知らないで。岸田内閣総理大臣。えー、すみません、今すぐに思いが当たりません、承知しておりません。委員長山本太郎君最近は刑務所にに入るために 犯罪を繰り返すす人も増えてるんですね雨風をしのげて3食食べられるからそういう理由もありますもちろん何があっても物を盗んだり人を傷つけたりしてはなりません一方で国民生活は確実に逼迫してます資料の2コロナの前から国民生活はずっと緊急事態2019年厚労省調査生活が苦しい人全世帯の54%以上母子家庭86%以上資料の3先進国で唯一 30年、賃金が下がり続けているのは日本だけ。生活困窮の広がりは個人の努力、云々んではございません。構造上の問題です。